幸せ生活のりょうたろう、どうもこんにちは、ジェイズキでレストレイターキです。ということで今日は There will never be another you の、ソロギター後半編いきます。ということで続きですので、前回と同じようにソロギターを成り立たせる3つの要素、これをにのっとってやっていきます。なんだそれはと、はい、まだ見てない方のために少し復習をしていきましょう。1つ目はメロディー、2つ目はコード、3つ目はリズムとなってましたね。この3つの要素をうまく組み合わせてソロギターとして成り立たせましょう。それだけでは飽き足らない人にはオプションこちらございますので、まあ例外はありますが、基本的にはもうアドリブとウォーキングベース、この2つをうまくこの3つの要素に絡み合わせて、無限な音をつくです。今日もなかなか髪がひどいですね。ということでやっていきましょう。最初 E フラットメジャーのとこだね。はい、655、まあ基本的に前回と、メロディーと同じだね。ここはね、とちょっとだけアクセントを入れました。アクセントもね、これ前回ちょっとチラッとやりましたが、ここではもう正式採用されました、ね、頑張ったのでね、彼もなんか僕も認めてやりましたよ。正式採用ですよ。ということでちょっとふざけながらやっていきましょう。でこれはただの基本なので、これに忠実に、ずっとやるわけではなくて、あとは好きなように崩してみてくださいとかね。とね、アドリブを入れることもできますよね。なのでメロディーがあって、そこね、空いてる場所があったら積極的にアドリブやら何かしらをオプションを使ってあげてください。で次 Dm7flat5 5656だね。 1,2,3 といきます。カウントうまくできなかったね。まあいいや。でこの時にやり方2つあります。人差し指スライド型で、ここでね切り替えるパターンか、ここを弾いた後に薬指で行くパターンで、使い分けとしましては、人差し指で行く方がコードが長く鳴らせますので、まあコード型ね、最初にコード聞かせるパターンという感じで、あとはこっちの薬指で、最初にスイッチする方ね、もうコンピング型に切り替えて、でこの切り替えるのがすごい難しいので、ポイントここ押さえてみてください。で人差し指をちょっとね、4フレット側に置くと隙間できますよね。でここでこの上でやりながら、薬指をね置いても音変わらないじゃないですか。ボコボコしないじゃないですかね。という感じで若干こうね移動しながら、ここをバトンタッチしてあげるという感じでうまくいくでしょう。で行った先がこれもう G7 なんだな、のメジャーサードになってる。で、次ベースだけ弾くよ。半拍入る 1,2,3,4 ね。なのでこことここコンビっていう感じでね、 1,2,3,4 という感じだね。コンビだね。でメロディー弾いてあげる 3,4,4,3 ね。でメロディーで、ここもここだけ最初下の音だけ弾いて上を鳴らすこともあるし、でメロディー弾いてコード鳴らしても、どっちでも何でも好きなようにやってみてください。はい、もうよくある Cm3534 ね、1度だね。1度オンベース、よくあるやつ。次は2度、これ ディミニッシュだね。でやります、5,6,4,6で、次は
6858になります。これ、C マイナーのマイナーサンドオンベース、展開形になりますが、よく見てみると、E フラットの6、メジャー6になりますね。平行調、ね、パラレルコードの関係になります。で、次はここの5度まで飛んでいきますので、ここの6弦の C マイナーを、ここからここに切り替える必要がありますね。10、10、8、11になりますね。で、8、8、8、8ね、6弦のこの上のところで、このポジション4弦のところだね。10、12、11、11になります。で、また8、8、8、8に戻ります。楽だね。で、この後これに行きます。なんだ、とりあえず、7、6、6、6になります。これは何だというと、ここを F7 とした時にこのセブンスオンベースのポジションができます。6で7、5、6で、度数でいうと7、3、5、1になります。だもんで、この5度を半音上げてまうとフラット13度になるね。なのでこのポジションでいきますね。で、このベースを取っ払っちゃってください。ビート。このポジションにして、あと上にメロディー重ねただけになります。で、こうするともう B フラットマイナーの領域になります。6、6、6、8ね。で、次来たらここ1度から下がっていく。内声を動かす。で、行った先はここメジャーサード、 E フラット7のメジャーサードを目指してたんだなということになります。走れメロスだったらもうここが友人だということだね。まあそういうふざけたことを、マジで次行きます。次がね、ちょっと僕的に好きなところなのでね、ちょっとここで一服を置きました。はい、 E フラット7、これね、かっこいいっすよ。1度フラットサード、メジャーサードね、メジャーサードのアプローチの音とも取れますが、ディミニッシュ、コンディミだね、コンディミスケールのこの音、フラットナイスを取っ払った音とも取れます。まあ何でもいいんですけど、でもとりあえずディミニッシュにここに向かうものになります。すごいインパクトあります。ディミニッシュなので単3度移動しても問題ない。だけど今回はここで、コードを鳴らします。さっきやったセブンスオンベースのものになります。4、5、4、4ね、と休符をしっかり弾かせてやってあげるということになります。で、ここのとこで B フラットマイナーのとこで実はちょっと空白空いてるよね。内声を動かしましたが、ここでアドリブで、この空白を埋めることもできますよね。ね、こういうこともできます。できるよね。で、あとはコードアプローチを入れてもいいよね。とかよくあるパターンだと思います。とかね、よくあるパターンだと思います。まあいろいろで、下からもできるよね。そうするとここにね、うまくアクセスできれば続きがメロディーできるね。あと他にね、やるとしたらね、ここにベースライン大胆に入れちゃうっていう手もあるよね。というね、ウォーキングベース入れちゃうというパターンもあります。なので、もういろいろ使えるものは使ってやってみてください。では次ブリッジいきましょう。 A フラットメジャー7となります。ここね、5弦ルートのここ見ながら10、10、9、11になります。で、 A フラット6のポジションね、6868でディミニッシュゴロゴロと挟んで、
3544だね。これをやると。はい。でこの時にね、僕はねよくやるのが、とここで半拍早くベースを鳴らしてあげる。これだけでも音がすごい締まるじゃないですか。なので結構ねベースって大事ですよ。で次 A フラットマイナー7だね。こうなってます。あれなんかポジション違くないかと、 D フラット7じゃないかと。はい、 A フラットマイナー、この2、5化した時のこのね5度のところですとなります。でメロディーこれあるからね、9、9、10、8なります。だけコードと一緒にやるとちょっと間延びするので、一緒にやらない方が僕は好きです。まあお好みですけど、とメロディー弾いてあげる。もうってやった時はもうコンピングとして使うのはね、すぐ切ってあげるね。で半拍早くも次の E フラットメジャーを弾いてあげますね。10、10、8、11になります。3度オンメジャー、3度オンベースね。ね、メロディー弾いてあげて Am7flat5D7 のところになります。このポジション、7、8、8、10になります。でこれもメロディー弾いてといきます。ディミニッシュ経由して半拍早く次の Gm7 を弾いてあげる。でここでとかいうね、アドリブを入れながらアプローチをちょっと変えるパターンもできますよね。まあいろいろこの辺、試してみると。で最後 Gm7Am7Cm Fm Bb7 とかね、ちょっとわけのわかんないところだね。コード表記と、弾いてる内容がちょっとややこしいんですけども、ゆっくり説明していきましょうね。なってます。まあこれは Gm ですよね。でここなんだこれはと、Gm はこれじゃないのかと、なんだこれはと。はい、これはですね Gm3Bb だよね。これをね1度の代理コードとしてこれを使うパターンですね。はい、ここからこういうねクリシェの動きがあるよね。でそうするとこれ、ここの Am から見ると6、6、9で11と1度という、ちょっと、ナチュラルテンション多めのポジションになりますね。なので使えると。でここはねまだ Gm の、このリハも使っていると。で次に Am 最後出てくるよ。もう無理やりここはね、と行きたいけども指が大変なんで、もこれでも全然いいでしょうということです。で最後 Gm といきます。でこれもリズムアクセントと入れてあげる。まあここ内声をこう動かしてるだけなんで、ここは変わらず。でこの特性を利用するととかいう、アプローチもできるよね。面白い。でもいいよね極端なこと言うと。で最後 F マイナー、このポジション7度オンベースのポジション6、6、5、6になります。でこのまま全音を上げていけば、なんと素晴らしい平常鏡、なんだっけ、なん、まあいいやね、5度オンベースの G フラットなるなら、でもこれが6、メロディーが6だからこのポジションになるんだけどもね、サンプルでは確かこっち弾いてた気がする。こうするとベースもあって、表現的にはねこっちの方が面白いかもしれないけど、ギター的にはこれね、こういう小技知っておくと同じフォームだけどね2-5できちゃうよっていう小技を知っておくといいでしょうということで、今こっちを紹介しました。見てくれた方の特権ですよ。
なんていうとこも、混じつつな、やっていたら、もう終わってしまいましたね。はい、ということで、今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。で、今日の動画いいねと思った方もぜひぜひいいねボタンやコメント欄何か書き込んでいただけると大変励みになります。で、特になんとも思わなかったよって方がおりましたら、コメント欄にカッパ巻きとだけでも書いていただければこれ幸いでございます。で、特にカッパ巻きには思い入れもない私レイだけですけども、Facebook や Twitter、Instagram など低頻度で更新しておりますので、そちらの方をフォローしていただきつつ、はよなんか書きやおみやさんと、ちょっと私レイだけをいじってみてはいかがでしょうか。ということで、最後にスーパーチャットなどをしていただけると私レイダー家のテンションが爆上がりしていきますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。ドンと。